Konnichiwa. また来てくださいね。 調子はどうだ? うちのは自慢の品ばかりだよ! 何もいらない… また来てくれよな! いいだろう。お前と取引をしてやろう。俺の名前はマクシム。俺が扱うのは闇商品。普通の店に並ぶことのない物ばかりだ。俺から買ったものをお前がどう使うかは聞かん。お前が持ってきた品の出所を聞くこともしない。秘密を守り、余計な詮索をしなければ、しばらく力になってやらんこともない。 あら、いらっしゃい。 自慢の品よ。もういいの？また来てね。 これは美しいな。
何にするの？また来たよね。いらっしゃい。うちのは自慢の品ばかりだよ。もうまた来てくれよな。宝箱だ。商品ばっかりでしょ。また来たよね。よし、ゲットだ。
これは。宝箱だ。負けるんじゃない。すみません。ですがリッシュさん、昨晩までは確かに金庫の中に。もう一度よく確認してみろ。こうも立て続けにやられては紹介の誤見に関わるではないか。はい。霧沙お嬢様も申し訳ありませんでした。ううん、気にしないで。気にしないのはそのダメかもしれないですけど。ダメに決まっておるだろうが。キリシャ、お前が苦労して立てた売り上げだろう。お前は確かに詳細があるが、当事者として自覚が足りなさすぎる。もっと本気になれ。本気に。でもあの取引は圧倒的な資本力で競争相手を叩き潰すのがペンドルトンの流儀だ。お前もようやく分かってきたと思ったのだがな。はい。とにかく私は今から守備隊の責任者に会いに行かねばならん。後ほど帳簿の確認を手伝ってもらうから、その間に準備をしておいてくれ。はい、わかりました。ん？なんだお前は。あの、見たところ金の無心に来た用心棒希望者といったところか。こそ泥に何度も出し抜かれるボンクラよりマシなら考えてやる。うむ、まったく人が苦労して稼いだ金を何だと思っている。
キリシャ、カーラ。お呼びでしょうか、お父様。あなたは知り合いなのか。ううん、店に来るときに私がぶつかっちゃって。まったく、もう少ししっかりしてくれ。いつまでもそんな調子では豪商ペンドルトンの一員と言えん。ごめんなさい。とにかくこの男の話を聞いてやれ。どうやら腕は立ちそうだ。面倒そうなら適当に金を与えて追い返しても構わん。キリシャ、お前が対応するんだ。わかりました。カーラ、ヘマしないよう見ててやれ。私は出かけるから店を頼んだぞ。わかりました。お気をつけて。それでは奥でお話を伺います。それは、thank you.
じっくり見ていってくださいね。どうなさいますか？そうですか、またお越しください。早いもん勝ちだぜ。ワクワクするな。毎度あれ。ワクワクするな。まだなんかあんのか。また機会があればな。よく来たの。何かあれば頼るがいい。ほれ、持っていくがいい。まだ何かある。何かあれば薬は不要なのか。怪我には気をつけるんじゃぞ。よし、ゲットだ。宝箱だ。
宝箱だ。いらっしゃいませ。何するんだい。おや、また来ておくれよ。クリムゾンライン。私たちは彼らをラルバと呼びます。ごきげんよう、赤の王。詳しいことは私たちも知らされていません。ただ彼らはグリムワルドの夜を活性化させるとも言われています。一般の方は見ることもできず、大きな害もありませんが、最悪は目の位置に積んでおいた方がよろしいかと。その剣さばき、かなりの腕前とお見受けします。感服いたしました。
怪人たちを刻限だ。魔を撃て。さもなければ永遠の夜は明けることあたらず。人と魔の境界にてこのアフリース忌まわしき夜の始まりを告げ。活躍だ。この調子で頼むぞ。
ここで一息。かけそうだ。まだまだ強くなれる。何かあるぞ。何かあるぞ。何かあるぞ。かけそうだ。ここで一息つこうか。何かあるぞ。
よし、ゲットだ。いらっしゃい。何が必要だ。どうした、どうした、どうした。じゃあな。
いいぞ白猫ちゃん。よっバルドゥークの救世主。いつもいつもすまないね。皆さんお待たせしちゃったね。おお、すっげえ。ロムン帝国の圧政と鉱山の汚染に苦しむ皆さん、これは一生懸命生きる皆さんに僕から贈り物だよ。君たちに幸あれ。うお、金貨だ。拾え。僕に何か用でも。私、嘘
うして赤の王さんが私を？あなたはアドルさん？そんな。すみません。聞くつもりじゃなかったんです。ごめんなさい。私、白猫の力で店の金庫から。それは。あの日、お父さんや紹介のみんなと貧民街を視察した時、私も鉱山のせいで病気になった子供やお年寄りの方に会いました。紹介が思った以上に皆さんを苦しめてるって初めて知ったんです。それで私、いても立ってもいられなくて、そんな時あの人に、アプリリスさんに出会ったんです。それからせめて私の売上分を役立ててほしいと思って。それはいけないことだって私も分かっています。白猫の活動を始めると確かに皆さん喜んでくれました。たくさん感謝してもらって。それは今もそうなんですが、その そんなわけで、透けた仕事とはおさらばよ。俺なんて金貨は仕送りせず、来る日も来る日も酒とギャンブル三昧だ。今日もすっかりすっちまったかな。お前も悪いやつだな。なーに、次こそは倍にして取り戻してみせるぜ。それで仕送りすれば神さんも文句を言わないだろう。白猫の姉さんもケチケチしないでもっと金貨よこしてくれねえかな。まったくだぜ。真面目に働くのがなんかもうバカらしくなってきたな。いえ、私の考えが足りていなかったみたいです。私、ペンドルトン商会が嫌いなわけではないんです。時には強引な手段を取ったり、売り上げを優先することもあります。でもグリア人の権利を守るため、ロムンの人と話し合ったり、バルドゥーク発展のために頑張ってきた家でもあるんです。私も一応ペンドルトン家の娘です。お父さんやお姉ちゃんと話をしてみます。これは